私たちはなんだかよくわからないものに惹かれることがありますよね。なんだかよくわからないけども、ああ、これいい感じとか。なんだかよくその意味はわからないんだけども、ああ、この歌はいい感じとか。なんだかわかんないけどもいい感じっていうものが、 説明ができないんだけれども惹かれてしままうもののが世の中にはありますよねそれが物であったりことであったり人であったりすることがあります実は私大学院の時に音と宗教っていうテーマで論文を書いたんですね大学院のマスターコース本来は2年のところ3年行きましたなんで3年行ったかというと 論文を提出しななかかったからなんですねでなんで論文を提出しなかったかというと、フラフラしてたからなんですよ。フラフラしてたのはんでフラフラしてたのかというと、いろいろな音を求めてあちこちフラフラしてたんですね。いろんな国に行ったり、いろいろな人のところへ出かけて行ったり、いろいろな場所に行ったりして、音を聞きに行っ いたんです例えば梵鐘の音例えばお寺の鐘の音それだけじゃなくて祭りの音夜中の静寂の中に聞こえる森の音川のせせらぎ街中の喧騒電車の中の人々の声いろいろなものを聞きに行っていました。で最終的に 宗教の儀式の中で、それは仏教に限らず、そして仏教でもいろんな宗派がありますが、その儀式の中でさまざまな音が使われている。鐘の音、鈴の音、そして木と木を打ち鳴らす音、その他にも、修験道には修験道の音がある。そして、キリスト教の教会、イスラム教の教会、いろんなところへ、 宗派を問わず、宗教を問わず、民族を問わず、いろんな音を聞きに行っていた。で、その中で意味はわからないけれども、言葉はわからないけれども、やってらっしゃることの意図はわからないけれども、なんかいい感じっていう、音とか声とかに惹かれて、フラフラしてたっていうのが、実は大学院の時です。で、まあ、 あの最近でもねいろいろ私テレビってあんまり見ないんですけど YouTube もあんまり実は見ないんですが例えば誰かが流している、ま、街中で流れているレコードの曲とかテレビでふと流れた音楽とかあるいは YouTube で誰かがこう流しているその音楽がこう聞こえてきたりとか。たたまたま 娘が聴いてた歌があったんですよ。その歌がね、なんかいい感じって。なんだかよくわからない、聴いたことがない歌手の人なんですけど、いい感じって惹かれたんですねで。その歌詞の内容じゃなくて声。なんだかわかんないけども、ああ、この人の声をもっと聴きたいっていう感覚があったんです。で、その歌、誰が歌ってるのって娘に聞いたんですね。 そしたら、ビリー・アイリッシュっていう歌手だよって教えてくれたんです。えービリー・アイリッシュさんっていうんだねって。で、聞いてみたら、あの、とても若い方で、聞いてみたら、もう、もう皆さんの方がよくご存知だと思いますけれども、史上最年少でね、様々なあのアメリカのお有名なアーティストたちがノミネートされるようなショーで、 ナンバーワンに輝いたりとかね何、えー、とかしよう何とかしようってまああんまり私も詳しくありませんけれどもそういう賞を取られてあのいる。で彼女の歌詞歌っている歌の歌詞を深く聞いたわけではない彼女の歌っているその歌の歌詞のまた意味どんな意図でどんな思いでそれを作曲したのかってそんなことは全然わからないんですけども彼女の声を聞いてそのメロディーを聞いて 何かいい感じって惹かれたこの私たちが持っている何かいい感じそれが鍛えたり練習して出来上がったものであるっていうこともあるかもしれませんがおそらく声なんていうのはもともとその人が持っている生まれ持って持っているその 質であったりするわけですね、声っていうのはね。これがね、いい感じ。仏教では、こうして生まれながらに、誰もが持っている、良きところ、いい感じっていうところ、ああ、なんかいいねっていうところ、これを、私は仏性と呼んでいます。 私は平成27年に今住職を務めている福厳寺というお寺の住職になりました。で、令和元年に仏心宗という一つのこの現代の社会に生きる仏教ということで一つの宗を立ち上げました。で、この仏心宗では仏心宗の皆さんに お伝えしていることは、私たちの中にね、慈悲心と知恵と仏性という三つの種を育てましょうと。目を育てましょうと。この三つ目が仏性ということなんですけど、この仏性というのが、もともと仏教で定義している仏性というのは、その人の悟りを開く可能性、 悟りを開く性質。それを仏性と呼んでいるんですが、まあ私は、そして仏心集では、仏性というのはその人が生まれ持ったその人の良きところ、これを仏性と呼んでいます。英語で言えばギフトと言われるものでしょうかね。どう考えてもその人が 持って生まれたものがある。同じ親の元に生まれた兄弟でも、お兄ちゃんと弟では、お姉ちゃんと妹では、全然違った物性を持ってたりします。不思議なことなんですが、私たちはみんな、それぞれ、良きところが違う。生まれ持った良きことがある。良きところがある。さて、このビリー・アイリッシュという人の声を聞いて、間違いなく、ね、間違いなく、 私はこの人の物性は声だなぁと思いました。で、興味を持って少し調べてみると、まあ、あの、ご本人の声ももちろんです。ね。それから、えー、兄弟でね、えー、音楽作りをしておられるという話を、インターネットで見ました。そんな、兄弟で,で、しかもですよ、10代、 の本当前半ぐらいから曲作りを始めてでそれが彼女の声とか彼女のブラザーのと一緒の曲作りによってですねそれがですねザーって本当にこう全米にそして世界に広がっていってそして本当トップアーティストに踊り出られたで間違いなくこれは彼女の努力、ね、彼女の兄弟との,あの作品作り っていうものののに対してのその努力とかねいろんなあのそれは私たちには分からないような背景があると思いますけどもその根底にあるのは間違いなくでもギフトなわけですよ仏性なわわけけですですすよこういう仏性をですね特にこのインターネットの時代になってこの仏性を持った人がですね瞬く間にその業界のトップに躍り出ていくということは各界でありますね。 これは別に音楽界に限らずスポーツ界でもそうですし、それからあの囲碁将棋の世界とかでもね、もう間違いなくこのギフト、もちろん本人の努力によってそれがさらに伸びていくっていうことなんでしょうけれども、でもね、持って生まれたものがある。で、この良きところっていうのがあるっていうことをですね、感じる。そしてそれをですね、若いうちに本当に早い段階で、それが今世界の人たちに知られていくっていう。 そういう現象がこの昨今のインターネットの世界では起きていますよねいろんな業界にこの物証を持った人たちがわーっとこう彗星のように現れてくるそして世界の人たちにあっという間に認知されていくで、本人たちもものすごい知名度とそれからものすごくこう当然アメリカのトップシンガーにもなればねあの財もなすと思うんですね。 でこういう現象を目の当たりにするとですねビリー・アイリッシュっていう人をそういう経緯で知ってですね何かいい感じって彼女の声そしてその彼女の歌っている歌のそのメロディーで歌詞を聴いていてもそれはどういう意図なのかっていうのはちょっとわからない部分はありますけれどもでも何かね感じるものがある。 っていうのはうあるわけですよでこの何かいい感じということをきっかけに面白いですねでちょうどそんなことのタイミングそんな時のタイミングにですねユニバーサル・ミュージックさんといって、まあ、彼女の,あの音楽を日本でねプロモートしている会社さんから連絡があってであのこのビリー・アイリュッシュさんがアルバムをまた新たに7月に出された。 っていう、「ハッピーアダンエヴァー」というアルバムなんですけどそれを出されたということで何かねその、うん、やはり彼女自身があの史上最年少でって言われるぐらいのあのアメリカのねいろんな賞を、まあ、私もちょっと詳しくないですけどいろんなあの音楽界の賞のを取られたりすごい賞を取られたりっていうことをして、えー、けれどもやはり人生の中で、えー、いろんなことがあるわけですよね。 でまあ、いろんなことがあってあの本人もねあの自分の中で、えー、自分を追い詰めて精神的にもかなりあの追い詰められた状態になったとでそこから自分自身と向き合ってそしてそこからこの音楽を通してもう一度自分が立て直してそしてリリースした最初のアルバムだということでね何かこの あの自分自身の持っている仏性っていうものをが最後また自分を救ってくれると一回どん底に落ちた人間を自分自身の仏性が支えて救ってくれるっていうそういう一つの例としてねそのレコード会社の方からも声がかかってであの何か一問一答を通じてですね あのビリー・アイリッシュ彼女と同じような年代の人でそしてもう死んでしまいたいとかねもう自分はあの社会の何の役にも立ってないでこんなゴミみたいな人間が生きてて何になるんだってそんな思いを抱えている人たちっていうのもやっぱりいっぱいこの一問一答の視聴者さんたちの中にはいるわけです。で日々そういう若い人たちからの,あの悩み相談のメールが届いたりするんですね。ですから あの、そういった方々に対して、あの、ビリーの紹介とともにね、なんかタイをしようからメッセージをということで、ユニバーサルさんの方から声がかかって、それが本当に、あの、私がね、娘と、あビリー・アイリスさんの曲いい感じねって言ってた、そのタイミングとですね、なんかこう、あの、一致して、で、まあ、今回ね、あの、そんなことでユニバーサルさんからも声をかけていただいて、 で、ぜひあの、ビリー・アイル氏のことを、大号署の番組でも紹介してもらえませんかっていう、そういうオファーがあったんです。で、まあ、あの、その話を聞いたときに、まあ、私自身思ったことがあるんですね。ねそれが、二つあります。一つは何かというと、一つは、この、まず、その、 ね、ビリー・アイリスさんって言ったら、そんな別にその大合賞の番組で紹介してくださいねって別に私の番組で YouTube で紹介しなくても特に知名度がある。私が1時間何かお話を YouTube でする。そのことよりも彼女が10秒、10秒声を発するだけでその声は世界に届く。もうはるかに多くの人たちに届くっていう、そういう知名度を持っている。そしてそういうギフトを持っている。声を持っている。 ね、彼女なわけですよね。だから何も別に、その私の番組で、それを、ビリーさんの新しいアルバムを紹介したから、ね、どうっていうことじゃないんです。ただ、そのユニバーサルミュージックの、そのビリーさんの音楽をまたこう日本で広、プロモートしていくっていうお仕事をなさっている方の中に、一問一答ずっと見ててくださる方があってね、同じような年代で、そして自分自身の 存在に脳を突きつけているような子がいるんであれば、彼女自身がその苦しみの中から生み出した新しいアルバムっていう、やっぱり歌によって救われたっていう、そういう、これだけもう知名度のあってビッグネームになられた、そしてその人々の注目と、それから 財産とね資産とっていうものを気づかれた人短期間で気づいた人だけれどもやっぱりそれでも落ち込むことがあるもう自分なんかいなくなってしまえばいいと思うこともあるでもそれをやはり乗り越えた彼女のアルバムをぜひねこの一問一答を聴いている若い人たちにもあの紹介していただけませんかっていう、まあ、真摯なオファーがあってですねで私もね あの本当そうなんです。彼女もいろいろと、まあ、私もインターネットでそ,のそれ以降、えー、調べたところによるとですね過激な PV を作って叩かれたりいろいろ過激な発言をして叩かれたりっていうことがあ,のあってねあの本当お若さがあふれんばかりのところがあると思いますねである意味では言葉の暴力とも取れるような表現をしたりということもあったりするでもそのビリーさん自身が 一生懸命人と違うっていうことをアピールすることによってみんなを認めさせたい。若い時っていうのはそういうもんですよね。でそこに彼女はギフトを持っている。声という物証を持っている。世界中の人々の心を震わせる。そこに何かいい感じっていうものを響かせる声を持っている。そして今、 本当にいろんな業界でこういった若くしてその仏性に気づきそれを発露している人たちっていうのがどんどん出てきているすごいことだと思うんです素晴らしいことだと思うんですそれをですねその音楽の業界でもっともっとプロモーションの方法あるだけどねそうでなくてそれを防ん であるこの1階のボーサネルを私に頼んできて何かこの彼女のアルバムを日本で広めたいでそれは方法論としては私に頼むよりも効果的な方法はいっぱいあるんだけれどもでも心のメッセージとしてこの彼女のどん底からの復活劇そこにまた彼女自身が持っていた仏性は絡んでいるということを私もですね感じて。 ぜひね、これをまあユニバーサル・ミュージックさんからのそういう依頼があったというだけじゃなくて、まあ、私もねぜひこれを今日聞いておられる若い方々に伝えたいこととしてね自分が行き詰まった時にやっぱり最終的に自分自身を救ってくれるというのは誰かの励ましであったりとか,か何かとの出会い もちろんそういうこともある。けども、やっぱり最終的に自分を救ってくれるものって、その人自身の中にある物証なんです。決して世界的に有名なアーティストでなくてもいい。決して世界的に有名なアスリートじゃなくてもいい。誰も知らない。誰にも知られてない。だけど、自分が持っている良きところ。 この自分が持っている良きところを丁寧に、そして真摯に育てていく。そのことによって救われていくことがあるんだっていうことを、このビリーさんのアルバム、どん底からの復活劇のようにしてリリースしたアルバム。彼女自身もこのアルバムを作ることによって自分と向き合って自分が成長したって言ってる。 このアルバム。これが出たタイミングで、ユニバーサルさんからのあったオファーをね、私もお受けしようと思ったんです。さて、先ほど言いました、今、世界中の若くして仏性を発揮して、そして世界にね、その名を轟かす、そういう若い人たちっていうのがどんどん出てきている。すごいことだな、素晴らしいことだなって私思うんです。 でも願わくば、この仏性というのが社会と関わっていくときに、自分が自分の仏性を磨いて、世間を認めさせてやる。自分が自分の仏性を磨いて、そして、度肝を抜くような大スターになって注目されたい。自分で仏性を磨いて、そして誰よりも、 金持ちになりたい、有名になりたい。そういう欲があるというのは、若いうちは当然だし、ね、それが真っ当な若者だと思うんですね。だけれども、願わくば、年を重ねるごとに、物性だけではなく、そこにですね、自悲心と知恵というものを、 育てていただきたいなというのが、このビリーさんに限らず、今、世界でですね、本当にその物証を若くして発揮して、大人は金になるからもてはやしますよ。何とか賞、何とか賞、何とか賞でも、私はその何とか賞を取ったっていうのはすごいことなんだろうなと思うんですけれども、確かにそれはすごいことなんですよ。だけれども、 あまりそこには興味がなくてそれよりもなんかいい感じっていうこのビリーさんの持っている声これは間違いなく世界の人たちに届くんですね国境を越えて民族を越えて性別を越えて人々に届いていく願わくはこの声が彼女自身の中にこれから育てていかれるであろう 自悲心。多くの人々。彼女の声が国境を超えて民族を超えて信念の違いを超えて肌の色の違いを超えて世界の人たちに届いていくんであれば彼女がもしね他を慈しむという自悲心が彼女の中の自悲心がその声に乗って 人々に届いたときにはものすごく大きなメッセージになるんですそして彼女自身が知恵を育てたのであればその知恵というのはこの国境を越えて民族を越えて肌の色の違いを越えて性別を越えてそして信念の違いを越えて人々に届いていくものになるそう ギフト。物証に気づく。なかなか自分に物証なんてあるのかって、そんな物証なんてあったら苦労してないよっていう若い人たち多いかもしれません。必ずあります。みんな必ず良きところがあるんですね。で、この良きところに気づいていく。そして、この良きところに怠ることなく磨きをかけていく。で、これが、 自分の名誉のためとか、自分の欲のためとか、それから自分をディスったりいじめた奴らを見返すためとか、最初はそうであるかもしれない。けどもそこを超えてね、大勢の人たちの幸せのためにとかね、誰かへの思いやりとして、そして、 そういった辛い体験を経験を自分がしてきたからこそそれを癒し乗り越えてきた一つの体験とか知恵という形で人々に届いていったんであれば今後彼女は長きにわたって世界の人々に歌を届けていくそういうアーティストになるだろうなと思います ネガくクバ。彼女は今回のアルバムを制作するにあたってね、フランク・シナトラとか、いろいろ古い、かつての往年の名アーティストたちの歌をたくさん聴いたということをインタビューで話しています。自分の中から何か新しいものを生み出してやるっていう、そういうかつての彼女が古きものに立ち戻って、 それを何度も何度も聞いて何かその中からのインスピレーションを探ったっていうそんなストーリーがインタビューで紹介されていましてご自身が話しておられました。願、ね、わくは古今東西賢人という人たちがおられたわけです。ブッダにせよ、キリストにせよ、いろいろ 人々の心を救ってきた人たちが、先人がおられたわけです。ぜひね、彼女が、そして彼女だけじゃない、これをお聞きの、あなたに伝えたいこと。これはね、自分自身の仏性を怠ることなく磨いていく。そのことが間違いなく、いつか、 自分を助けてくれるんです。どん底から救ってくれるんですね。そしてまたこの自分の仏性が社会とのつながり、社会との関わり、そして社会への貢献につながっていく鍵になっていくんです。けれども、自分の仏性を磨くということ、 それも大変なことですし、それは大事なことなんですけど、そこにとどまらず、それだけにとどまらず、ぜひそこにですね、古のしえのの教えとか、賢人たちの教えとか、何千年という時を超えて、民族を超えて、性別を超えて、国境を超えて、人々の心情を超えて、肌の色を超えて、人々を励まし、そして、人々に生きる勇気や、 希望や喜びを与えていく、そんな人にね、なっていただきたいなと。そのためには自分自身の物性を磨くというだけでなく、自分の知恵と、先人たちの知恵に学び、そして生きとし生けるものに対しての、自悲心、慈しみの心を養っていく。この、 自身と知恵と物証というものが相まって、掛け合わさって、紛れもない世界にメッセージを届ける人に、そして世界を変えていく人に、皆さんはなっていくんだろうと思うんですね。私もこのビリー・アイリッシュという人、たまたま、ああ、いい感じで出会った、その、彼女に、 名前も知らなかったわけですけど、え、これ誰、誰って、ビリー・アイリッシュだよって、それを娘から教えてもらって、そしてそのタイミングで、ユニバーサルさんから、ビリーさんのアルバム、これをぜひ若い人たちにも届けたいと。自分自身に打ちひしがれて、自分なんかもうダメだと思っている人たちに、ビリーでさえ、世界のトップアーティストになった、駆け上がったビリーでさえ、 もう私はって思ってた苦しい時期があるでもそのそこからねまた歌によって救われて復活してきたそのアルバムであるそんな紹介を頂い,いてね皆さんにお伝えしたいことは何かというと皆さんも今あなたがそのような状況におられるとしたらねどうかねぜひ自分自身が持っている良きところそれを どんな状況になっても忘れないで磨いていく。と同時に、いにしえの賢人たちの教えに学び、知恵を育て、そして、生きとし生ける多くの命の幸せを願う、思いやりの心を育てていく。このようにしてあるならば、 必ずや人はね、どん底から復活することができるであろうし、またもしあなたがその業界のトップにあって、この先の自分のあり方に迷っているとしたら、きっとその先にまた大いなる道が開けていくだろうと思います。 ということで、皆さんもぜひね、自悲心と知恵と仏性これを怠ることなく育み、そして、自分自身の二度とない人生を堂々と、そして、全力で楽しんでいただければと思います。皆様の健康、安全、無事、そして、したたかに、 生きられますことをお祈りしております。